大久保忠介は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、駿河国沼津藩主、蟹江七本やり、徳川十六親将の一人に数えられる。天文六年、大久保忠和の次男として、三河国亀和田で生まれる。父や、兄、忠代と共に、松平広忠、家康に仕えた。武勇に優れ、元気三年の一言坂の戦いでは、 本田忠勝と共に連軍を務めている。天正三年の長篠の戦い、天正十二年の小牧、長久手の戦いにも参加して、武功を挙げた。天正十八年に、家康が関東に移ると、和瀬国も原において五千国を与えられた。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、徳川秀忠に従ったが、真田正幸、信重親子に翻弄されている。慶長六年、 家康から駿が沼津に万国を与えられて、大名となった。居城は沼津城。忠金と竹丸の男子がいたものの、二人とも創生していたため、当時幕府旗本であった八帝の忠隆を養子にして、家を相続させようとしたが、忠隆は自分の勲功はないとして固辞した。慶長18年9月27日に忠助が77歳で死去すると、 沼津藩は、むつぐ乱絶で快適となった。ありがとうございます。